これだけでも暖冬っていうのは何かが悪いですね。でここに来てですね、気象庁が、先週エルニーニョ監視速報というのを発表しました。いつも気にしてる、はい、エルニーニョになるとお天気が不安定になりますよっていうね、冬は暖冬になるという